今日の動画はついに現れた新キャラグリッチカメラマンをね、もうガチャ引きまくって手に入れて、そのカメラマンでスキディビトイレの援軍をね、また倒していきたいなと思います。スキディビタワーディフェンスシリーズ好きな人、高評価とチャンネル登録もよろしく。とその前に皆さん、未来のノーワンです。この動画の俺の顔データ間違って消してしまいましたもう俺最近ね、よく消しちゃうんよね。まあでもこの動画顔データがないんやけど、まあ右腕にね、まあこんな感じのにっこりしたノアをね、入れときたいと思います。グリッチカメラマン手に入れるためにみんなとんでもないことが起きるんで、動画見てみてね。ということで皆さん、こんにちは、ノアンです。今回なんとグリッチカメラマンっていうキャラクターが追加されたんで、俺はね絶対ゲットしたい。他にもね、まだ使ってないキャラクターいっぱいいるんで、そのキャラクターとか使いながらいろいろちょっとね敵倒していきたいなと思います。ということでみんな早速やっていこう。今ねちょうど来てるんよね、グリッチカメラマン。これかな、これだ。 0.2%、 これレジェンドか。いやでも今日はね俺当てに行くよ。見て、2796個あるからコイン、とりあえずガンガン引いていきたいなと思います。 0.2% からね、もう一発で来てくれてもいい。あーカメラウーマンね、はいはい。 0.2% だからな、10連ガチャガンガン引きまくるか。10連で来い、ポン。あー全然ダメじゃん、頼む頼む、ポン。あーここのねエピックとか紫色になってると思うけど、これが多分赤色じゃないとダメなんよね。あと600円か、ちょ頼む、1連ずつ引いてって。お、待って、ラージカメラもこれ強そう。待って、すごいアバターいるかわいい、何このペンギン、かわいいかわいい、何これ、すげえこんなアバターあるんや、かわいい。そんなことより俺はスピーカー、あ違う、スピーカーじゃない、グリッチカメラマンが欲しいんだ、頼む。これ、うわくそ、まああと3回引ける。いやーでもエピックめっちゃ来るな。みんなね、このゲームね、いらなくなったやつ売るとね結構お金になるよ。この辺とか1個ぐらいは残しておいた方がいいけど、こういうレアとかは、ね、ほとんど使わないんで、これ売ったらねお金になるし、その分またガチャ引けるからね、いっぱい売った方がいいよ。よし、これでこれだけ売ってみよう。これ売るとどれぐらいなんです、ほら1915コイン、きた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 。これでもう1回ガチャ、もう10連20連ぐらい引けるね。 OK、 まあ頼むよ、頼む、お願い、一回ぐらい来て、グリッチカメラマン。あ、でも、あ、レジェンダリーか。でもさあ頼むよ、10連ポン。まあ、あれやばい、俺今回めちゃめちゃ沼かも。頼むよ、頼む、ポン。やばい、え本当にやばい、頼む、結構頑張ってる俺いつもこのゲームか。なんで、6000コインゲットします、ポン。課金した後ね、大体ね、すぐ当たるっていうね、なんか、あるんよね。そういうジンクスみたいな。ポン!やばい、本当にやばい。やっぱレジェンダリーめっちゃ出るけど、やっぱレジェンダリーは出るのに、グリッチカメラマン、ポン!え、やばい、本当にやばい。本当にやばいかも。ポン!え、本当?嘘。ポン!え、本当?ポン!え、やばい。ポン!え、ポン!また?ポン!お願い!お願い!ポン!ちょっと待って、本当にやばい、本当にやばい、みんなちょっと笑えない笑えない、え本当に笑えないよ俺これ。え今日はでも俺マジでね、このグリッチカメラマンの動画を撮りたいから、もう引かないと終わらないんよ、始まらないんよ、終わらないっていうか、終わらないし始まらない、やばい本当にやばい、みんな力を頼むちょっと待って、やばい本当、ちょっと待って、俺冷や汗が止まらない、冷や汗が止まらない、ポーン。え本当にやばい俺、ポーン。え誰か助けて、誰か助けて俺を本当に言ってる?本当に?え、嘘?本当にこれ?え、本当にやばくない?え、俺こんな出ないことないよ。え、こんな出ないの久しぶり、マジで。やばい。本当にやばい。助けて、誰か。助けて。助けて。あはは、本当に出ない。嘘だろ、みんな。頼むよ。本当に頼む。ちょっと本当にやめて。本当にやめてほしい。本当にやめてほしい。え、冗談じゃないよ、これ。嘘、ちょっと待って。エピックがめっちゃ来るのにな。レジェンダリーは大量に来るのに。大量に来るのに、こんなに。お願い、頼む、来てくれ、サーバー変えたよ俺、サーバー変えて運気も変わったはず、頼む。は、本当に言ってる、嘘。え、やばいよ本当に、俺絶望してきた、絶望です、お願いします、本当にお願いします、本当にお願いします、お願いします、お願いします。はい、え、もう来ない感じ、もう来ない感じ、なんかそんな感じ、もしかして、ああ俺の元には来ない感じだ、ふーん、ああもう全然来ないんだ、諦められない、頼む、本当に頼む。え俺本当にやばいんやけど、え本当にやばい、え 0.2%、 ちょっと待って、ちょっとね頭をよく使っていこう。ブースト買うか、2倍ラック、そうじゃん、これ使えばよかった最初から。これでほら 0.4倍、これならいけるだろう、さすがに、お願い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 
本当にお願い、本当にお願いします、本当にお願いします。 0.4% よ。なんなら俺 0.4% やったらガチャってさ結構出るよ。 0.4% のガチャやばい、本当にやばい、頼む。そろそろ出てもいいと思うんやけどな俺。 0.4% を外し続ける男そんなことある？いやもう本当にお金ないよ俺もう今。本当にもうこれで出て、もうねこのコインの数で出てくれないと俺もうマジでもう金がないんよ。課金しないといけない、本格的に。本格的な課金が必要。こんな出ないの珍しいな。マジで言ってる？いやマジなんだこれ。入ってる？本当に。俺なんか入ってない気がしてきた。俺騙されてる気がする。なんかロブロックスたまにそういうのあるもん。入ってると見せかけて入ってないみたいなガチャの中に。これだっておかしくない？なんか俺本当にちょっと引いてる今自分で。そう、課金してくるか。じゃあさらなる。お願いします。もう何でもしますから、何でもしますからください。俺今何連してる？100億連ぐらいしてない？なんかここまで来ると逆に俺もう出ないんじゃないか。何でもするって言ってるのに俺。何でもするよ俺。本当に俺何でもするのにな。これ出ないのやばいぞ。いややっと出た。16,000コイン回っちゃった。もうさっきあんな課金したきゃよかった。ほらさっき言った通りじゃん。なんかねめっちゃ課金した後にすぐ出たりするんよねこういうゲームって。やっと来たみんな。グリッチカメラマンミシック、ダメージ2500か。そんな強くないのかめちゃめちゃってわけじゃん。まあでもここら辺のアップグレードタイタンカメラマンの方がどうなんだろう。まあ一回ちょっと使ってみようか。ようやく出たよみんな。じゃあみんな今日はどのキャラクターたち使っていこうか。まあこれでいいか。じゃあまあこの辺でやってみようか。まあ正直アップグレードあってもいいかなと思ったんやけどな。まあでも使ったことないキャラクター優先的に使っていこうか。オッケー、じゃあこれでいこう。どこ行こうかな。なんか新ステージとか来てるんかな。タワーシティデザート、まだ慣れてないこのパルムパラダイスにしてみる。地味に俺ダンシングスピーカーマン好きやってんけどな。まあ行こう。おー行かした。結構おーなんかすごい、あーかわいい。なんかこのアバターすごいかわいい。何こんなアバターあるんや。いいねいいね。ちょっと誰か行かないか。じゃあ一緒に初期すぎない人が来てほしいな俺。この人結構強いか。ちょ誰が誰か分かんないけど初期すぎる人ときついかも。あ入っちゃった入っちゃった。まあいい、みんなで行こうか。じゃあハード行こうか。みんななんかハードがいいっぽいんで。俺も今日能力ちょっとチェックしたいだけやからね。ちょっとゲットしてみよう。じゃあこれでまあとりあえずこっから。お、てか待って、なんかステージ変わった。ちょっと変わったねこの辺。うわ2個になってる、なんか出るのが。ちょっと待って、これ忍者カメラマンはさすがにこの辺置いていこうか。 OK、 とりあえずこれを倒していかないと結構まずいからね。ちょっと待って、みんなちょっと俺に任せすぎじゃないか。 OKOK、 ちょっと待って待って、分かった分かった。まずいよこれ。これ勝手に自分の土地からなんか出てる。ほらほら、カメラローバーってやつ出てる。ほらすごい。こんなの追加されてる。これなかったよこれ前は。なるほど、ちょっと優位になってるんだこっちが。早く500円貯めてこのグリッチカメラマン置きたいね。ちょっとここに3体ぐらいサイエンティストカメラマンを置いてと。500円貯めてくれればお願いだからグリッチカメラ置かしてくれ。あ結構範囲広いんだグリッチカメラマン。あ置けるな。どこ置いてこう。置きたい場所がないな。ここにするか。グリッチカメラマンここ。オッケーオッケー、来た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 、これだ。おおかっこいいかっこいいグリッチカメラマン。でもなんかそんな強そうではなかったけど、あれだな、なんか高速でめちゃめちゃ攻撃するって感じなんだ。あーなるほどね、そんな強いかそんな強いんかな。ここに置いてみる。じゃあここに置くことで初めの方でこれグリッチカメラマンほら対応してくるんじゃない。あー強い強い、攻撃力がもうすでに500あるのか。割と強いのか。じゃあよし、これでどんどん攻撃力上げてって範囲が上がるのがいいね。あグリッチ強いかもみんな。ほらこう見るとグリッチカメラマンっていうか、これなんかプランチャーマンみたいになってるんだ。オッケーオッケー、いいよ頑張れ頑張れ頑張れ。あでも強い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 。これもっと強くしたらどうなるんやろ。さらにレベルアップできるねこれ。1500ダメージか。違う、範囲めっちゃ広がるなこれ。すげえ範囲が広いわめちゃくちゃ。ほらおお早い早い早い、あ早い、え早い早い、え強くね強、この段階でこのダメージ量はえぐい。いやお金はだいぶ溜まってきて、ちょこれ次6000、え
グリッチカメラマン、ちょっとお金の必要量えぐない？これでダブルグリッチマンよ、ダブルグリッチマン、この2ついやいいんじゃない？ OK、 これでみんなサイエンティスト全部レベル3になったね。おいいね、てか待って、グリッチ誰か持ってる人いる？さらに持ってる子いるね。いいねいいね、ちょっとグリッチだらけにしていこうここいやちょっと待って、強い、ちょっと待って、バキュームトイレ強い。え、待って、これなんか入ってこられてるんやけど、マジかマジか。これ、え、てか待って、結構入ってない？なんなら、え、やばくないこれ。ここに置いてって、すべての範囲を賄えるようぐらいにしとこうか。OK、ここに置いてって、さらにここでレベルアップして、もうちょっとレベル上げて、ここも対応できるようにしとこう。ここのね、出てくるなんかこのカメラトイレがね、強いね。なんでこれ、こんなアップデート入ったんだ？かなり結構イージーになった気がする、これで。さあ、頑張れ、頑張れ。おー、いいね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 。いいよ、いいよ、いいよ、グリッチトイレ。どんどん、ちょっと待って。さすがにそれにしても強いな、敵が。ここら辺に置いておこう、もう一個、グリッチ。グリッチ、頑張れ。グリッチ。グリッチ、頼む。グリッチ。グリッチ。グリッチ。いや、大丈夫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 。これぐらいなら大丈夫。だいぶ減ってんね。さあさあ、ここよね。問題はここだ。ここの敵たちをグリッチマンで、おお、強い強い。グリッチマンやっぱいいね。いや強い、え、本当に強いわ。なんかでもグリッチマンの攻撃かっこよくない？なんかレーザーみたい。たまにこうやって眠らされるとちょっとまずいんやけど、まあまあそれ以外なら大丈夫っしょ。 OK、 6000来た、6000、6000来たから、これをこっちをレベルマックス。おお壊れた壊れた、これ何何何何が起きてんのこれ。え、グリッチマンやばくね？グレッチマンやばい、マジやばい。ほら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 、何これどうなってんの。あ、やばい、さすがに量が多すぎたかこれ。いや、グレッチマンやばいよそれ、その動き強すぎる。もっとお金が欲しいなこれ。あー、ミュータントも来てるけど、いや、いけるいけるいける。いや、これねやばい。でグレッチマンマジ強いかも。500から出せるっていうのも強いし、次6000でさらにパワーアップ、ここパワーアップしていこうか。ミュータントトイレやっつけてと。 OK、 よし、頑張れ頑張れ頑張れ。やばい、ロケットトイレ来た。いや、やばい、グリッチやばい、本当に一瞬で一瞬だ。ここももうダメだな。てか君なんかすごいかっこいいね、そのスキン。え、なんかめっちゃかっこよくないこれ、すげえ。タイタンスピーカーマンのスキンあるんだ、こんな。さすがに量がえぐいか。ここら辺もさらにアップグレードしてって、はい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 、超高速超高速銃、やばいやばい。ちょ、グリッチマンやばくないこれ。ちょ、強すぎんこれ。どっちが強いんやろ。いや、これやばいぞ、結構結構やばいよこれ、やってることえぐ。 OK、 これで全てマックス。おおもうこれ結構やばいぞこれ。いや、ちょっと待って、足が速いキャラクター結構まずいか。いや、でもそんなことない。いや、もう余裕だ。でグリッチマンの軌道がすごいすごい、綺麗もんな。ちょっと待って、もっと出そう。ここら辺に出せるかな、どっか他に出せるとこないかな。もうちょい出したい。あ、ここに出せるね。 OKOKOK、 ここに出してと。え、てか待って、みんなこれなんか進化してるんやけど、ほら俺の土地から出てくるやつ。え、これもさ、ウェーブによって進化するの？え、めっちゃ強くねこれ。え、これなんでこんな仕様になった？なんかめっちゃ簡単になったね、嬉しいけど。 OK、 これでマックスにして、グリッチカメラマン大量に出現しています皆さん。さらにマックスと。 OK、 これでまた出てるやつは全てマックスですもう何が起きてるのか分かんないもんな、正直。やばいやばい、とんでもないことになってる。みんなもっと置きたいのに、ここ置いちゃおう。もうあんまり関係ないけど、ここもう置きたいがためにどんどん置いちゃ う、 もうここにも置いちゃう、ここにもどんどん置いちゃう。 OK、 マックス、いいよいいよいいよ。おー、かっこいいね。もうそろそろこの辺いらないかな、売っちゃおうか。この辺売っちゃってと、もっと置いていこう。グリッチマンだけで世界を制圧したい。この辺置いていこうか。 OK、 でここでアップグレードでマックス、いいねすごいなこれ、絵面がいいね、いいねいいねいいね。もうこれでマックス全部置いていっちゃおう。俺が置ける全てのグリッチトイレたち、 OK、 マックス。これでもうね、置ける場所ないはず。よし、置けないね。これがみんな現状最強のグリッチトイレ軍団です。かっこいいかっこいいな、めちゃくちゃかっこいいじゃん。頑張れ頑張れ頑張れ、もう何も恐れるものはない俺たちに。何が起こってるのか分かんないけど、ボスソイレ来た、ボスソイレ来てるじゃん。これだ、ラスボス、こいつ倒してみんな
こいつこいつこいつ、いいよもう余裕だ、ボッコボコボッコボコ、来て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 、オッケー完璧です皆さん。いやということでみんな、今日このグリッチカメラマンめちゃめちゃ強かったわ。あのね、攻撃頻度がえぐいね。多分これ DPS が 12,500 出るってことだと思うけど、まあね、この多分アップグレードとかの方が最終形態は多分強いんやけど、これ500円から始めれるからね、もう割と強い方ではあると思うんやけどな。ということでみんな、今日はやっとのことでゲットしたグリッチカメラマン使って無事クリアすることができました。この動画楽しんでくれたり、また続きを待ってるよと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくってことで、また明日、バイバーイ。